間合いを詰める、それを嫌う鈴木みのる。あっと足を取った、そして押し込んでいきます。しかし強引に体勢を入れ替えたのは小橋健太。あっとスリーパーに捉えている、フロントスリーパー、これ入ってますね、マイティさん。入ってますね、でも鈴木もうまいですね、こうああいう風に逃げるのはね、ロープを使って、はい、今は上に登って力を逃がすような動きをしたんでしょうか。さあもう一度足を捉えた鈴木みのる、あーっと締めに行く、小橋の膝は危険だ、逆に足を取る、両者がアキレス腱固めに行こうという体勢です。今左足を取っ、右足を取っている小橋健太、小橋が今度は上になりました。あーっと上からチョップを打った、やはり小橋も感情的になってますね。そうですね。そしてキッチンシンク、リング中央で首をひねっていく小橋健太、体勢を無理やり力ずくで逆にした。さあここからチョップをあっとかわした、いやー鈴木みのるもかわしました。あーその下にタモンが待っている、本田タモン待っている、チョップを振り下ろす、いいところに本田いましたね、そうですね、狙っていました。もう一度ダイビングチョップ、いやこんな攻撃見たことないですね。そうですね、珍しいですね、初めてですよね。それだけ感情的になっています小橋健太。鈴木みのるの挑発がこんな形で現れてきました。コブラツイストに入る、両者は今年の 1.8 日本武道館で GHC をかけて戦いました。トラスキック、あーっと綺麗に入った、入りましたね今ね、これは強烈でした、ちょっとびっくりしたような、あーしかしいった、ショルダータックル。まあ、マイティさん、はい、この2人は GHC をかけてシングルで対戦して、そうですね、まあ素晴らしい試合だったですね。日本武道館でも火花を散らしました、まあ、あれ以来鈴木選手もね、ノアという団体に、まあ、ますます興味を持ったんじゃないですかね。そうね、まあ、それからは、まあ、負けたままじゃもうこのままじゃ入れないということでね、はい、まあ、丸いしともシングルやりました ね、 そのね、さあ腕を取った、腕を決めていった、完全に腕が伸びました。これシンプルな技ですが厳しいですよね、はい、さあ丸藤が、丸藤が小橋を捉えた、カットに入れません、両腕を捉えた、さあこれは厳しい、本田タモンの動きが完全に止まりました、動きが止まった、動きが止まった、あー丸藤を強引に力づくで振り落としてけさ切り、小橋がカットに入ります。おっと逆水平、何か2人の挑発にもう小橋は怒りを抑えきれないという表情ですね。そうですね、今本田危なかったですね、はい、両腕が決まりました。なおもその腕を捉えてアームブリーカーか、ロープを使う、丸藤も来た、あー絞っていきます、連携を見せる丸藤、鈴木みのる、本田タモンの左の上が腕が悲鳴を上げていきます。あーとアームブリーカー、あーロープを使った、この辺りも強烈です。ただこういったファイト、健太と組んでいるときあまり丸藤は出さないように見えるんですが、そうですね、まだ違いますよね、その辺やっぱり丸藤の器用ですよね。なるほど、パートナーに合わせていろんなことできますよね。そういった意味では丸藤もある意味鈴木みのるの色がやや映ったファイトと、そうですね、見ていいんでしょうか。腕を捉えていきます。今シリーズの札幌では健太とのタッグで金丸杉浦組との対戦を控えています丸藤直道、まあ、ジュニアタッグは23連勝中で倒すとすればもうノアにはあの2人しかいないでしょうね。そうですね、まあ杉浦金丸も強敵ですからね、はい、そのタイトルマッチを控えている丸藤を肩固めで釣っていった、足が離れました、これは厳しい、これは厳しい、本田強烈な攻め、鈴木みのるカットに入った、頸動脈が締められました丸藤直道。さあ本田から再び小橋にタッチが交わされます。なんといっても東京ドーム大会佐々木健介とのシングルマッチが控えている小橋健太、おーっと連携を見せた、なおも攻めていきます、腕を回す本田タモン、あーしかし鈴木みのるが蹴りを見舞った、そのみなのラリアットをかわした、捉えてヘッドバット場外に落としていきました。さあ花道に小橋と丸藤、強烈な逆水平、いやーやはりジュニア選手ですとよりその衝撃が分かりますね。そうですね、花道の奥まで丸藤追い詰めていきます。そして
DDT 倒立した丸藤が真っ逆さまに突き刺さりました。丸藤が厳しくなってきた。一方の場外戦はタモンを倒した鈴木みのるが花道に上がっていく。なおも丸藤を捉えようという小橋の後ろから鈴木みのるが狙っている。みのるが来た、みのるが来た、キックを打った。逆水平が返ってくる。キックとチョップの打ち合い、キックを打つ、チョップが来る、タモンが来た。さあミノルを二人がかりで捕まえる。前から後ろからなんとか反撃を試みる鈴木ミノル。しかし前から後ろから挟まれた。さあ回転地獄取りに捉える片方目。おっとミノルが力なく倒れていった。あこれ状態で厳しいですね。上は長いですね。長いですね、はい、まだカウントは入っていません。さっきレフリーカウントしてたんですけどね、さあ丸藤をプロフ声で戻した。小橋が追っていきます。鈴木みのるが動かなくなりました。マイティさん、はい、あの女のスカッシュミで肩固めみたいなの張りましたよね、はい、鈴木みのるが戦闘不の状態です。花道、丸藤、直道、古軍奮闘、小橋健太に場外で捕まっています。傑作、強烈な痛みが背中を襲いました。まだ鈴木みのるを受けません。逆水平で鉄柵の外へ。画面右奥、花道にうずくまっているのが鈴木みのるです。まだ立ち上がりません。ようやく自力で動き始めましたがまだ立ち上がりません。さあ丸藤をかつての GHC タッグチャンピオン小橋と本田が捕まえる展開です。はいはい、大体取る。リング上に戻していきました。鈴木みのるがおぼつかない足取りで動き始めています。今チャンスですね、小橋組としては。本田、試合前小橋が実はタモンと組むのは久しぶりなので今日は結果が欲しい、そんな話をしていました。おっとエプロンに、今のは強烈ですね。ブルドッキングヘッドロック、はい、今しかもぶつかりましたね、角に。角にね、エプロンの角に丸藤の頭部がぶつかりました。強烈な攻撃を見せた本田タモン。パートナーの鈴木みのるが動けない中捕まる丸藤、ようやく戻ってきた。ただまだ動きは緩慢か。肩固めで強烈なダメージを負いました鈴木みのる。まだ朦朧としてるかもしれませんね。いや今のは効いたと思いますよ、あっとようやく青コーナーサイドに戻ろうという鈴木みのる。丸藤が捕まっています。さあまた小橋が入ってきた。小橋と本田がいい連携を見せています。マイティさん、小橋にこの本田、小橋組のことを聞きますと、はい、そろそろまた動き出してもいいのかなというような話をしていました。ね、動き出してほしいですね、はい、そのためには今日のタッグは負けられないねと、そんな話をしていた小橋健太、はい、稔丸藤にとってもタッグを狙う上でもう絶好の相手と言っていいでしょうかね。そうなんですよね、まあ、鈴木組はやっぱりどうしてもこのチームに勝たなきゃ、はい、タッグ力には挑戦できないでしょうしね、あっと丸藤着地した。ブレーンバスターを着地しました。あと小橋が今ちょっと膝かももか足を痛めたような動きを見せましたが、そうですね、逆水平、今ブレーンバスターで抱え上げて丸藤は着地に行こうとしてちょっと小橋が体をねじりましたか。そうですね、なんかおかしかったですね。そうですね、はい、着地した。逆にロープを使った。あー、画面へ。これは強烈だ。しかしあと足を捉えた。ロープを使って顔面へ。さあミノルはどれぐらい回復しているか。リングの鈴木ミノル、タモンに行った。怒りをぶつけて、ああタモンだ、タモンだ。ターゲットは本田タモンでした。肩固めを食らったその悔しさ、苦しさを思い出して本田タモンも鉄柵へ。鉄柵を越えていった本田タモン。いやもう個人的な怒りになってきましたね鈴木ミノル。そうですね、さあ締め返す、締め返す。肩固めをやられた分締め返す。小橋が来た、小橋が来た。試合はそっちのけの鈴木みのる、捉えた小橋の DDT、 場外で落としてきました。先ほどは肩固めで一瞬気を失いかけるようなそんな動きを見せました鈴木みのるですが、また再び動きが戻ってきました。いくぞ、逆水平左打ち、あ顔面を張った、キックを打つ。おとなしくやられてたまるかという鈴木みのるです。顔面がしかし苦痛で歪む、防御した、顔面張った。いずれも逆水平を小橋健太、身をよじって避ける苦しむ鈴木みのる。ああ苦しそうだ、逆
水平、さらには蹴り、チョーズ、あーっと白目を向いた鈴木みのるも、さすがに応えた。そしてまた行った蹴り、ローリング蹴り、さらに蹴り、頸動脈が入るのは効きますよ。さあ本田多聞が赤鬼になっている。完全に表情は赤鬼と化している。久しぶりに帰ってきた怖いと、バックドロップ、さらにもう一発いった。さあ腕を捉えた、もう一度、もう一度バックドロップ、そしてタモンが馬乗りカバー、カウントが入る。いやマイティさん、いやよく返しましたね。このところやや目立っていなかった本田タモンですが、そうですね、燃えてますね。鈴木みのる、さあデッドエンドに行くか。いや返した、返した、足を取る。鈴木みのるというイブンシの出現が再び火をつけましたね。ああデッドエンド、これが受け身が取れないデッドエンド。鈴木みのるが食らいました。丸打ちが少ない、綺麗に決めた。しかし小橋が蹴下切り、そしてバックに回って、はあミノルだ、ミノルも行く、ドロップキック。しかしタモン、タモンがバックに回って、もう一度デッドエンド。さあカバーに入った、そうだ、2つで返しました。いやーこれは分からなくなったですね。意地で返しましたね。いや決まってもおかしくないような瞬間を返しました。しかしバックに回って、これはカットに入ります。小橋健太ローリング蹴下切り、試合の権利がある。さあ肩固め、肩固め、先ほど花道では動きが止まりました。しかし丸打ち取った、さらには小橋にトラスキック、逆にスリーパー、スリーパー、さあ鈴木みのるが締め落とすか、トラスキック、そして逆落とし、さらに締める、さらに締める、場外にプランツ丸打ち、鈴木みのるが完全に締めに入りました。本田タモン動けない、本田タモン目が今閉じた、本田タモンの動きが完全に止まりました。レフェリーストップ、スリーパー逆落とし、そしてスリーパーホールド、まだ離しません。マイティさん最後は締め落としました。いや締め落としましたね。スリーパーで締め、そしてどうだという表情の鈴木みのる。次なるタッグ戦線どちらが上がっていくのか、それを占う意味でも大きな一戦でしたが、勝ったのは鈴木みのる丸藤組、なんと本田多聞を締め落としました。いやー本田がね最終的に攻めた時にもうワンツースリーだと思ったんですけどもね、はい、あれでね、なおかつねスリーパーで、まあ丸藤のフォロー良かったですよね、はい、まあそれが、ね、あるでしょうけどね、勝因でしょうけどもね。さあマイクを持った鈴木みのる、さすが元 GHC チャンピオンと、さすが元オリンピック選手のタッグ、元 GHC タッグチャンピオン、さすがだったよ。ああでも全部元つくけどな。おめえら一生よ、過去の名前で言いしとけ、俺らはどんどん先に行く。マイクアピールも鈴木みのる流、そして丸藤と肩を組んで下がっていく2人。ああ怒った怒った、本田が怒った、行きましたね、珍しく本田が怒った、タックル入った、元オリンピック選手のタックルから馬乗りパンチ、小橋が止めています、小橋が止めに入っている。マイティさん珍しい光景ですよ、本田そんなに怒る男じゃないですからね、はい、その本田と鈴木みのるがやり合っている。なんとか止めようという小橋健太と丸藤直道ですが、この両者の離婚が深まる一方。言っただろ、元って言ったって前のじゃねえだろ、もっとずっと前のじゃねえか、元なんか興味ねえんで、興味あんない今のチャンピオンで、なんでノア呼んでこねえんで、おいこのノアというよ、このリングでよアピールしてんの俺らだけなのになんで呼ばねえんだよ、嫌がらせか。もう即これはベルト挑戦の表明と考えていいですか。ベルト挑戦じゃない、ベルトもらいに行くんだよ。ああマルさん、それも含めどうですか。まあ、はっきり言って俺らに捉えちゃうのがビビってるかもしれないね。うん、呼ばないとストレスもたまる一方ですね。いや別にいいんですか、俺パスポート持ってるもん。あ行きますか。何が
海の向こうにあるベルトを。なんかベルト取りに行くっていうのは、てめえの会社でてめえたちが用意した舞台に上がって僕の力で取りました。嘘つけ、みんなの力じゃねえか。だから俺と丸藤で実証してきてやるよ。あいつらのとこまで取ってきてやるよ。あ、行くんですね。もう誰か、ここの偉い人たちがノーって言ったって行くよ。行きますか。いや、もう来ないもんは行くしかないでしょ。